そちらです。せいやです。うっ、もう。さあ、せいやさん、本日は関西。何これ。いや、今日は粗品さんも監査したくなると思うよ。そう、やっぱりね、アニメとコラボしてる、うん、コンビニの商品ってやっぱ味とか、うん、そのね、なんかちょっとちゃんと商品開発できてんのかと、うん、会議重ねてんのかと、はい、その品質について監査します。なんか前もあったな、はい、アニメタイアップ。ヒロアカかな。今回はハイキュー。配給がやってんねや。そう、しかも今映画公開されるんですよ、もうちょっと。ああ、みんなずっと待ってた。バラバラやな。パンもあれば。そう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 、劇場版配給の、劇場版ゴミ捨て場の決戦の、まあちょっとコラボ商品ということで、うん、いいね。真っ黒いなり寿司とか。黒いキャラクターなんこいつが、まあ、名前ですね。お黒を、ちょっと気になるね。確かひなた、ひなたの卵かけご飯食うお店。あ、うまそう。関係ないよな。そういうこと。飛びっことかにしなせよ、飛ぶねんから。あー、なるほど。あ、そう、あんま、あれこいついいね、いいキャラ。月島、こいつはいいキャラ。月島ホタルの柚子胡椒入り鶏塩タンタン。だからちょっと淡々としてるから多分。そんぐらいのかかりはないです。それぐらいは、これはいいです。おう、で、国産牛がアップルパイと、うん、関係ないじゃん。これなんやろな。アップルパイ、リンゴ。せいやさんが知らんだけで、実はこんなありますとか、まあ、あんのかな。まあ、ユニフォームもわがなんですけど、わがないですけど、トビオな、トビオの、トビオ温玉入りカレーパリパリ。関係ない、関係ない。まずここで監査的にはだいぶ心証悪いです。はい、すいません、もっとかけてください。もっとかけてください。配給ファンはうるさいですよ。どうしたらいい。影山は、影山トビオの、ああ、そうやな。トビオはやっぱね、いいとこで、あの、2ってわかる、あの、2回目に立ち、そうそうそう、こいつセッターなんですけど、うん、2でセッターがパーンって入れたりすんの。もう2でパーン、そう、はいはい、その、あ、2で来やがったんで、そのシーンがめっちゃいい。かますのよ。かます、だからかます、かますかます、かますのカレーとか。いや、2なんか2でとかじゃなくて、かますで。かます、はい、そうですか。さあ、ということでお願いします。はい、これは何のタイアップもないサラダチキン。監査メール、佐川ですね、これね。監査ネーム、秀樹監査機。いえ、秀樹感激や。粗品さんが監査ボックスの存在を疑っていますが、監査ボックスはマジでありますよ。マジで見たことないとおっしゃっていますが、では粗品さんよく通る道にある公衆電話や郵便ポストの位置や数を把握していますか。嫌な弁護士。きっと把握していないと思います。はいはいはい、それと同じで監査ボックスも目にしていても意識していないとどこにあるかわからないのです。そんな粗品さんに現実味を持ってもらうために監査ボックスあるあるを紹介します。うん、監査ボックスにピザが入っていると、蓋が閉まりきらないので遠目でピザだとわかる。監査ボックスの奥にいつのかわからないスプーンが 2,3 個落ちてる。取りに行く監査ボックスを間違えた時に限って、正しいの監査ボックスの場所が大きい交差点の反対側で面倒くさい。粗品さん、監査ボックスの存在認めてもらえますか。気合入りまくっとるかな。おもろすぎるやん。いやいや、これ、いやいやいや、入りまくっても、いやいや、気合入りまくっとるかな、これ。いやいやいや、クオリティが、そんな。全然。佐川じゃないしな。楽勝婚ぐらい。多分こんなんほんま歯磨いたり風呂入ったりするのと一緒の感じで送ってきてると思う。ああ、やっぱ佐賀もハガキ職人やから、あいつやばい。アンサファンが送ってきてんのびっくりしてる。いや、もうあるは佐川ですね。いや、あるある一個やって、普通三つ。ありがとう、監査ファン。こいつはミクシーであるあるのブログやってたからな。いや、監査ボックスのな、あるあるな。いや、ないでしょう。いや、あんなのあれさ、誰や、小林さん監査ボックスにコンビニの袋入ってた。お前さん、攻めんな、監査ボックスのとこに入ってたってことですか。監査ボックスあるあるあります。じゃあ、おい、めっちゃ分かる。分かりますよね。分かるか。なんか、まあいいか、監査。
早く。もう今日品数えから早く食ったら。サラダええから。俺にもサラダ入ってるやん。豚汁とかから食えよ。いや豚汁いただきます。野菜から食うの何なんマジで。ほんまに。ほんまに反映されてないの、お前の体に。正直。だんだん、いや、だんだん、あれや。監査だけしてもっと太ってるから。抑えれてます、まだ野菜で。今日はね、いつもと違うところで。プロジェクターとか使えんねや。すげえ。はい、食え。まずは、さあ、月島の柚子ごま入り塩タンタンスープ。柚子こしょう。オクラからいきます。なんで。あ、春さん、あ、スーパー春さんか。めっちゃヘルシーじゃん。こんな今日はめっちゃええな、これ晩飯に。ヘルシーやな。痩せたすぎて。で、カンさんはモクモクとかめっちゃええな、これ晩飯に。じゃなくてどうなんやろ。今日はでもなんか好きな食事って感じじゃないからいいね。やらせカンさんじゃないぞ。ヘルシーでうまいんかーい。おお、うまい。いや、これはおすすめ。夜ヘルシー、夜おすすめです。いいね、おいしい。粗品さんもやっぱようダイエットのこと考えてたからわかるでしょ、この夜の。わかる。え、うまいんやろ。うまい、最高や。小腹満たせます。うん、いや、鶏肉これ世界中好きやねん。おいしい。でも辛い手羽先とかもエグいんちゃう、お前の中で。エグいよ。うま辛チキンみたいな一番好き。その肉の中で鶏が一番好きらしい。焼き鳥屋なるやつやで、それ。そんなやつおらんならな。豚、牛、鶏やったら俺鶏残しますから。すらしい。牛残せ、牛乳も飲める。お次、これちょっとどうやろう。トビオの温玉入りカレーパリパリ麺。全部ちょっとヘルシーメニューなのかな。食ったことないよこんなん、飯として。いや、監査ですね、これ監査やな。いや、どういう食べ物。今日はほんまに監査ボックス、はい、から監査ボックス来たんやろなっていう。これ何ですか、これは。OL さんとかが休憩時間に食ったりしてそうな。ちょ、 OL 狙いすぎ。こういうね、チビデブの関西なめんなよ。 OL じゃなくてチビデブ。ああ、チビデブの関西に目つけられてビビってるやろ今。そうやな、まあ、配給の客層も鑑みてってことなのかな。そう、トビオくーんとかで買うやつを狙っとんねん結局。そういうことや。でも俺は一般的にやっぱうまくなるとね、チビデブもおるぞと。そうそうそう、それはそうよ。パリパリ麺。これはちょっとほんまに関西やな。ベビースター久しぶりやな。久しぶりやな。ほんまに関西久しぶりやな。とうとう言ったな。とうとう言った。哲井さん。とうとう言ったな。とうとう言った。とうとう言った。元気かな、哲井さん。いただきまーす。哲井さんからなんか薄毛の医者を紹介されたわ。せいやのことどうしても植毛したいって言ってる人おんねんけど。怖いね。鉄次さんに菓子1個作るのもあれやしな。うまそうやな、それでも。ちょっとパリパリ麺ヘルシーじゃないんかな、揚げてるから。気になるところですね。わかるー。これわからん。久しぶりに出ました。うまいもん食ってたからな、今まで。あれ好きなうまいもん食ってたから。いや、カレーとパリパリ麺そんな絡んでないっすね。これは痛い、監査や。で、温玉でカレーの辛さもまあ、ちょっと、もうちょっとスパイシーの方がいいかな。お前が辛いんですか。まあ、僕はですけど、全く美味しくないです。言いますね。はい、なんだなんで。好きやんな、配給お前。配給はめっちゃ好きですよ。言いますね。あ、そう。
日向醤油の卵かけ風ご飯風おむすび風。これはめっちゃうまそうやで、ちょっと楽しみやね。あ、でもそんな感じか。中どうなってるかやな。指めっちゃ触るな、指。ちょっとこの中ね、中気になる。ちょっとグーというか中見ますか。ああ、そうやって、うわ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 、これは中に卵かけご飯のほんま卵を いただきます。味や味や、あとは醤油の感じもするのか。おう、うまそうやで。あったら買うで、これ。わからん！マジか。こんなお気に入った味で。わからん。ちょっと待ってな。ほんまにわからん。ん？もちろんちょっと食わんのな、こっから。食わん。俺だけか？ん？あくまで個人的な意見。いや、ちょっと味薄いな。ああ、いや、それは思ってたで。なんか、具少ないな、みたいな。いや、なんかもっと醤油の味あんのかなと思ったら。なるほどな。厳しいね、今日。ちょっと味薄いですね、これ。まあ、女性向けっていうことを考えると。いや、もうほんま相当ヘルシーなんかもしれんな、全然。ヘルシー路線で言ってるんちゃう？塩分少なめとか。いいやん、じゃあダイエッターには優しいよ。ちょ、ほんま頼むわ。頼む。いなり寿司。黒いってことでしょ。あ、思ったより黒ない。あ、あ、あ、美味しそう。美味しそう、出ました。いただきます。いいね、匂いも。味が濃そう。濃そう。いただきます。関西ちゃうやん、こんなん。味濃かったらええんやろ。ほんで腹も減ってて今な。うまんかいや。よかった、めちゃめちゃうまいんかい。長い長い長い。うまっ。よかった、よかった。これうまい、うまい。何の味？いや、もうめっちゃうまいになるし、しかも酢の味もちゃんとついてて。ええや、これダントツでうまいっす。いいね。あ、もうこれ1位です。配給のファンの皆さんは好きなキャラを押してもらっていいですけど、ほんまに食べたい人はこれ、うん、これがいっちゃうまい。よく食わんな、配給知らん人。こういうやつ絶対食わんくない、配給知らんかった。だいぶ攻めてる。あ、どうした。あ、あれ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 。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。